皆さん、おはこんばんにちは。解説役の白霊霊夢よ。同じくおはこんばんにちはです。聞き役のこちあさないです。本動画は、ゆかあかりんの歴史雑学で解説した、松前よしひろ編のリメイク版になるわ。過去に投稿した武将動画のリメイクに合わせて、武将解説を別シリーズとして、分けてもいるのですよね。そうよ。あと、ラーメン雑学と飛行機紹介は、ボイロによる解説動画シリーズなので、ゆっくりボイスによる解説シリーズを、立ち上げたかったのもあるわね。まあ、それ以外にも背景に戦国武将とは、関係のないゲーム動画を使った動画の、編集をしたかったのもあるけどね。それでは、前置きはこれくらいにして。北海道唯一の戦国武将、松前よしひろのリメイク解説を始めるわね。解説、お願いします。松前よしひろは、天文17年9月3日、ユリウス暦1548年10月4日、出羽国檜山郡、現在の秋田県の城市、山本郡、檜山安藤家の家臣である、柿崎家五代当主、柿崎末広の三男として、蝦夷地大館、現在の北海道松前郡松前町で生まれたわ。三男ということは、柿崎家の親族衆として、家督相続する朝廷、柿崎敏弘を、支える立ち位置になるのですね。そうね。順当に行けば、ね。天文14年8月19日、ユリウス暦1545年9月24日、父、末広が柿崎家当主として、家督相続した際、そのことに不満を持った末広のいとこが、謀反を起こすという、家督争いが起きているわ。この家督争いの反動によるものか、重臣、南条広次に嫁いでいた長子が、永禄4年、1561年に長兄、敏弘、翌年に次兄、明石元弘。毒殺してしまったわ。はいー。ど毒殺ですか。まあ、詳しいことは不明なんだけど。この毒殺事件で義兄、南条広次が、自害しているから、長子が関わっていたのは、事実だと思うわ。それで、天文10年、1582年に、父、末広から家督を譲られる形で、義弘が、柿崎家六代当主になったのですね。さて、柿崎家六代当主となった義弘は、檜山安藤家からの独立、柿崎家による蝦夷地支配へと動き始めます。この時の柿崎家の立場は、檜山安藤家家臣で、蝦夷地代官なのですよね。そうよ。当時の檜山安藤家では、蝦夷地交易による利益が、主な収入源となっていたわ。ということは、この時の義弘は、代官として交易による関銭を、徴収、しけに上納するのが、主な役目だった、と。そうね。交易が生み出す莫大な利益を見ていた義弘が、それを柿崎家で、独占したいと思っても不思議ではないわ。でも、しけからの独立や蝦夷地支配の確立に用いた手段は、意外と穏便な、手段だったのですよね。当時の檜山安藤家八代当主、安藤近末の命により、出羽国比内郡、現在の秋田県大館市、北秋田市、北秋田郡の比内あさり家を、しけに従属させる。比内あさり家の残党を中殺するなど、しけの勢力拡大に協力していくことで、しけ家中での発言力を確保していったわ。そして、その最中の天正18年、1590年に起きた出来事が。今日の得てこうこと、関白、豊臣秀吉による奥州仕置きよ。この奥州仕置きにより、秋田家二代当主、秋田実末が、蝦夷地代官の義弘を、帯同させて上洛することになります。そして、義弘はこの上洛の機会を、最大に利用したのですよね。もちろん、義弘は関白、秀吉と謁見できるように工作を始め、無事に謁見を、果たすとともに、所領安堵と官職受任も得て、念願の、秋田家からの独立を果たしたわ。となると残るは、柿崎家による蝦夷地支配の確立ですよね。そうね、これに関しては関白、秀吉の命で、久野島定根の乱や、文禄の役、と解せずに従軍したことで、柿崎家による蝦夷地での徴税を認められ、ついに樺太、現在のサハリン島を含む、蝦夷地支配を確立させることに成功したわ。ようやく、義弘の代で、柿崎家の悲願が達成したのですね。
ところで、義弘は関ヶ原の戦いをどう乗り切ったのですか？まず、慶長3年8月18日、1598年9月18日に大功、秀吉が逝去すると、すぐさま、江戸内府、徳川家康と義見を通じているわ。それはつまり、関ヶ原の戦いには東軍、徳川方として行動していたのですか？まあ、従軍はしなかったけどね。それと同時に、義弘とその子供たちに限り、その名字を柿崎から松前に改姓、松前家初代となります。あと、松前家の家督を長男、松前森弘に譲るけど、政務自体は引き続き義弘が、司っているわ。また、徳川幕府開府後の慶長9年、1604年、初代将軍、家康より蝦夷地交易の、独占権を公認されたことで、皇太寄り合いではあるものの、義弘を初代藩主とする、蝦夷地松前藩が成立します。まあ、当時の蝦夷地はお米が枯れないから、石高が決められないですしねー。その後、慶長14年、1609年の猪熊事件では、左近への少将、火山院忠長が、蝦夷地に配慮されてきたけど、忠長を賓客として厚遇することで、京都の、公家衆との吉見を得ているわ。それと慶長20年、1615年の大阪夏の陣には、徳川方として従軍してるけど、その前年に豊臣方に通じたとして、四男、松前義弘を、診察しているわ。とまあ、実の子供を切り捨てた結果になるけど、松前家の安泰を見届けたのか、義弘は元和2年10月12日、1616年11月20日に、享年69歳で逝去したわ。こうしてみると、義弘という人は、松前家をしてから独立させ、それを維持させるために、生き抜いた人なのかもしれませんねー。北海道唯一の戦国武将、松前義弘のリメイク動画は以上になるわ。ちなみに次回リメイクする戦国武将は、津軽ための部を予定しています。最後までのご視聴ありがとうございました。